今回は全モンハン民が不思議に思っていること、なぜモンハンナウに伝説のゴミスキルジャンプ鉄人が実装されないのか、この謎に迫っていきます。そもそもゴミスキルって何というモンハン初心者に簡単に解説。ワールドから登場したスキルで使用率がかなり高かった、その実績も踏まえて自作ライズでも続投、効果はなんとジャンプチューブでき、そのあまりにも強いスキルから一部のハンターはつけるのをチート行為としてあえてつけないとか、もっと詳しく知りたい方は再生リストから歴史を知ることができる。ご存知の通りジャンプ鉄人はあまりにも強いスキル故に、下方修正してはプレイヤーの落胆は想像しやすい。仮に下方修正して登場した場合、モンハンナウをやめる人も出てくるだろう。それゆえにあえて、本当にあえて実装しないのではないだろうか。ジャンプ鉄人はジャンプチューブ的、モンハンナウには SP スキルという技が実装されている。片手剣にはジャストラッシュ、太刀には鬼神カブトワリ、いずれも使用中は無敵、つまりジャンプ鉄人と同じ。実は後半の飛んでいるときは SP スキルが切れており、ジャンプ鉄人の効果で無敵ではないかと睨んでいるが定かではない。つまりゴミスキルの代わりに最強スキルを登場させた説。ファイナルアンサー。全人類が知っているジャンプ鉄人イコールゴミ、これを最初から実装した場合、ゲームバランス崩壊なのは日を見るよりも明らか。つまり最後のアップデートで登場させるというカプコンの粋な計らいではないのか。可能性としては一切ないが、したたかな戦略と言わざるを得ない。ジャンプ鉄人が今後実装された場合、ダウンロード数は確実に2人は増える。最初から実装した場合、ダウンロード数が多くなりすぎ、サーバーへの負荷が大きくなることから実装していないのでは。この可能性はかなり高いと思われる。30秒考えただけでもこれだけの可能性があること、実装が待たれる。皆さんもなぜ実装されないのか、真面目に考えてみてほしい。